結城優奈は勇者である。勇者部活動報告。では今週も新コーナーをご紹介します。笑ってはいけないバルニャスワールド。来ちゃいましたよ。もうタイトルで笑いそうですけど、はい、このコーナーではですねバルニャスに話してほしいトークテーマを勇者部のね部員の皆さんから募集します、うん、で皆さんから募集したテーマに沿ってバルニャスがトークをしてくれますので、うんうん、私内山と、うんうん、そしてともよちゃんは、うん、そのトークを聞いて笑ったら負けです、うん、これ、はい、これがじゃあ2人が笑わなかったら2人の勝ち、うん、うん、まあ特に多分そこが大事なわけではない気がしますが、はい、勝負ではないので、そうそうそう、まあまあでもあのバルニャスのねこう世界観がもう台本には怖いと書いてあるんですけど違う、まあまあ世界観が本当に独特で、うん、あのなかなか普段私たちじゃ聞けないね、うん、エピソードがいっぱいあると思いますので、うん、まあ、リスナーの皆さんは、まあ、例えば幼稚園の頃の思い出とか、うん、うどんとかねそういう感じで、まあ、普遍的なあのテーマを送ってきてください、うん、はい、まあ、きっとねあのどんな普通のテーマであっても、まあ、パルニャスにこう喋ってもらうと、うん、まあ、そのパルニャスの世界観でねきっと笑ってしまうという、はい。もうすでにもう読めないですからね、この行動がね。怖いよ、いや、なんかすごいね、すごいなんか私をね、はい、褒めてくださってるけど、私そんな面白いトークね、あんまり持ってないよ。いというよりかは、さっきちょっとね、打ち合わせの時に話してたんですけど、うん、もはや、トークの内容が面白い、面白くないとか、そういうコーナーじゃないんですよ。いかに、そのパルニャスにしか表現できないその世界観っていうものを私たちがこう、聞くことで、うん、こう新しい世界を知ると言いますか。そう、はい、社会科見学みたいなもんですね。でも私もう6割人間だよ。いや、でももはや人間でないわけですよね。6割人間というのは完璧、ね、10割人間ではないわけですから、その6割なら6割な、でも8割までいったというふうに聞いたんでね。うんうん、私も8割人間だ。もうすでにそれ忘れてないんで、はい。なのでちょっとここは期待していきたいなと。時間あります、今。何ですか？このコーナーが生まれたきっかけが。なぜこのコーナーが今回こうやってね、生まれたかというのはですね、実は3月でしたっけ？ピーズライブあったの。はい。はい。ピーズライブの時にですね、私たち、こう、前乗りを実はさせていただいておりまして、うんうん、ツインで、2人でね、1つの部屋に泊まったんです。で、その時に、うん、私は、パルニャスと、うんそう、グッパーしたんだっけ？編み出したんだっけ？編み出くじを作りまして。そうそう。はい、編み出したね。そうなんです。で、二人でね、一緒にね、寝たんですけれども、うんうん、その時にですね、まあ夜遅くまで、まあちょっと部屋でこうみんなでワイワイ盛り上がりながら。そうそう、まずね、みんなでね、はい、私とユーミンの部屋で、はい、盛り上がった後解散して、二人きりになったんだ。なったんだ。まあそりゃそうだ。私の部屋は帰ってから、もうすぐ寝ました。そうでしょ？で寝ました。いや、私たちもう翌朝早いですから、うん、ね。早いので、うん、まあ早く寝ようというつもりでいたんですよね。うん、で、それで、じゃあ寝る支度しようって言って、まあ、おのおの支度をしてたわけです。うん、そして布団に入りました。ベッドに入りました。うん、そして、じゃあ電気ね、もう真っ暗にしちゃったんです、本当に。うん、何にも電気つけなかったよね。うん、で、真っ暗な中、うん、じゃあ休みって言って、ベッド入ったら、シーンとしてたわけです。うん、そして、ゆみさん。明日ですね、本番。そうだね。すごく緊張してるんですけど、でも私本当にみんなに会えてよかったって改めて実感してるんです。そっか。私踊りとかも苦手だったりしたんですけど、本当にみんなが皆さんがいてくれたから頑張ることができたんです。うん、その頑張ってる姿ちゃんと見てたよ。優しい。ゆみさん優しいな。本当にすごく甘えてるなって思うんですけど、でもこれからも頑張ろうってすごく思いました。うん、一緒に頑張ろうね。はい。ゆみさん、うん、私なんかやれそうな気がします。踊れそうな気がします。うん、なんか私今まで自信なかったですけど、明日みんなで頑張りましょうね。うん、頑張ろうね。ゆみさん寝れませんよね。なんかすいません、私ばっかり喋って。あ、うん、全然全然大丈夫だよ。寝るときは、自然に寝るから、全然平気だよ。言ってた、これ、言ってた。優しいな、ゆみさん。うん、優しい。
私、本当に幸せです。うん、私も幸せだよ。優しい。そろそろ寝たい。そろそろ寝たい。ユミさん、うん、おやすみなさいしましょうか。うん、しよう。せーの、おやすみなさい。って言って寝ました。あのね、ええ、ね、ユーミンのこの記憶力がすごいっていうのと、ね、これね、多分ね、1時間ぐらいの短縮バージョン。そうです。多分、ね、あれでしょ、うん、あの、5歩進んで、うん、また振り出しに戻るを繰り返してたんでしょ、だから要は、ええ、言ってたことはこれだけだったんだよね、うん、多分、ね。あの、だから内容はほとんど変わりません。でもね、すっごい素敵な言葉をいっぱい返してくれたの。そうなんだ。いやいやいや、まあね、あの、すべてを伝えようとすると、本当にあの、それこそこのラジオ内に収まらないので、あの、いろいろ省略はしましたけれども、まあ、こういうことがあったことをですね、あの、皆さんの前でちょっと、あの、スタッフさんの前とかでね、ちょっと話す機会があったんですよね。だから、きっとそれがきっかけで、それがきっかけ。はい、このコーナーが生まれたということです。まあ、長くなってしまいましたけれども、今週はですね、スタッフさんが考えたテーマで試しに、話してみたいなと、話してもらいたいなと思います。はい、いいですか？パルニャス、心の準備は。ここから喋るのパルニャスですからね。私たち精神統一しなきゃいけない。そうですよ。ステー。吐いて、パルニャス大丈夫よ。パルニャス大丈夫、やらなくて大丈夫よ。はい、では行きますよ。今週のテーマはですね、状況。うん、はい。まあ、パルニャスも実際ね、下組だもんね。うん、状況して、こっちに来たんですもんね。うん、なので。まあ自分の体験談でもいいですし、まあ状況という言葉でこう思い浮かぶね、エピソードなんかでも何でもいいので、はい、ぜひともじゃ話していただきたいなと思いますよ。はい。はいはいはい、何ですか？もう笑ってますけど、ともよちゃん。これ状況ね。はい。上の京都の今日ね。うん。登る京都の今日ね。うん、うん。パルニャス。ひらがな、ひらがなで状況？ちょっとね、どっちの状況か分かんなかったからね。あ、今の状況とかそういう状況だと思った。状況。今の状況を話すってこと？おかしいでしょ。それ分かるわ、見てるから。頑張って説明するパターン。だから打ち合わせの時、うん、ちょっと理解できてないかもしれない。あー。うーんってなっちゃった。なんかもうそれすでにもう笑っちゃいそうなんですけど、すでにね。やばいやばい。あ、いいですか？じゃあちょっとあの、はい、あの、心を入れ替えていただいて、はい、いいですか？悪いことしたみたいじゃん。状況。はい。はい。いきますよ。はい。はい。で、私たちは笑わないように、はい、もう笑いそうですけれども、うん、いきますからね。はい、では、スタート！岩手から出てきて、うん、岩手から出てきて、うん、東京に来て、うん、お姉ちゃんがいた。で、お姉ちゃん。あれ、今なんか聞こえました、今。妹お姉ちゃん。これは協力だからな。協力プレイだぞ。でもね、で、10年経ったな。そして、あ、その間に、事務所に入って、で、どうしよう、これ。あの、なんか、笑う以前に、いろいろ突っ込みをしたくなるね。どうしていいかな、これ。上京して、うん。ん？上京して、うん。東京にいるんだ？ダメだ。ダメだ。なんで今、東京にいるんだってクエスチョンマークがついちゃったの。今、自分が今どこにいるかわからないの。今、東京にいる。こういうことですよ、要は。皆さん分かりましたね。もう一回やりたい、もう一回やりたい。もう一回やりますか。もう一回やりたい。いくらなんでも早く、ちょっと私たち笑いすぎました。難しい。もう一回やりたい。何か何かないですか？何か。あ、じゃあ東京についてじゃあ語ってもらいましょう。いきますよ。いいですか？よーい。スタート！東京は、ここだよ。ね、つまり、東京は、東って書いて、京って書いくから、うん、東の、京なん、状況の京と一緒だから、だから状況って言うんだ。だから状況って言うんだ？うん。うん。例えば私が関西に出ていたらそれは状況？何か言ってもいいんですか？これ。あの、今状況がテーマじゃない。もはや。東京がテーマ。そうそう、東京の話をしてたんだ。うん。東京の話をしてたら大阪もすごいいい街だよね。大阪、一回だけ行って、
また行きたいなあとね、北海道行きたい。今日、もはや大阪に行っちゃったよ。なんで東京の話はできないの。とどまれないの東京に。東京は、あの、東の今日でもうちょっと、一段落して。字を説明しろって言ってんじゃないんだよ。まあ、ということで、こうやって始まりました、このコーナー。一体どうなっていくのやらという感じですけれども。私30分これがいい。いやー、でもやっぱさすがですね。はい。やっぱ着目点が違い、全然違う。思い浮かばないもの。思い浮かばない。はい。なので皆さんね、そういった意味では、テーマ、本当に気軽に送っていただいて全然大丈夫ですので。はい。いろいろ待ってます。はい。ぜひともよろしくお願いします。以上、笑ってはいけない、パルニャスワールドでした。結城優菜は勇者である。勇者部